これは決定だか、しっかりカキャンからここでさあかっこいいの決めて瀬戸の勝利。じゃあ、瀬戸の勝利。まあ、とグローブさん、続きまして膝天子さんと、あれグロだっけ次。あ、そうか、そうやってねえんだ、いたんだっけ帰ってほしい、グロ注意。マー君ちょっと昨日なんかたまたま池袋銀行で夢見たんですけど、はい、夢にそっくりなんですよ夢に似てる。あ、じゃあ似てる、夢に似てる。俺夢、あ、夢だけどもうちょっと強いんで。ああ、ゆすりはたい。いや、ただかすみラブさんのそっくりさんにはちょっとかなわない。かすみラブさんにそっくりな人は来てないですね最近見ないですよ夢はこのゲーム、バージョン上がったら復帰するらしいですよ。あ、本当ですか。時間ができるようになったというわけで、ゆずり与え暁これは追えないという伝説の組み合わせ。さあ触ることが大変、構成しても次のパンチが届かないというね、かなり距離が、ゆずり派側も距離が大事な組み合わせですけれども、触ってしまえばまあどれだけ、まあ、グラップを潰しながら連携組んでいけるかという。これは避けられる、しかし届かない、足が短い、ケイアスの次に足が短い、もう流れがない。次はどう出る、前もこの組み合わせやった気がするんだけどね。さあこれは拷問だ拷問こう動き回って暁追えない。なんでこのギャラステップにしたのか。あ、ここはバットは構成を出したが出してこない。さあ触らせてほしい、触らせてほしい。 CS をどれだけ大事に使うかですけれども、言ってる間にこれは流れが正面から AB から B バット、さあレイプだこれはひどい何もできなすぎる、触った数を数えるぐらいらしい。さあ次は膝天子さんとバカひざ天子さんはどちらですか。いた、止まってる。あ、止まってる、止まってよ、いいです。なんかピザって見えますけど、ピザ天子さんで合ってますかこれ。あ、ピザ天子さん、ピザ天子さん、本当に。あ、ピザ天子、ピザです。大事なこと忘れてたね、赤ペンで書いてくるね。今しめですか。いや、大事な人なんです、貴重な有名プレイヤーです。さあ、リンネこれ追えないですけれども、これはね、リンネを瀬戸側が追わせるんです。そしたら結構やっぱり勝ちますね、能動的に動かして勝つという。やっぱり今流れ的にはもう一気にもうひよってるところを利用して前に行くスタイルですね。リンネ瀬戸を動かす側に回るっていう感覚になればもうちょっとやりやすいと思いますよ。さあこれは投げ通る、しかしまだ一発残っている、届く、ここでワンチャンが来る。これは瀬戸は柔らかいのでワンチャンあるぞ、ちょっと止まっちゃってどうなってるか分からないが3C で落っこちる。セカンドクロー、ダッシュし相打ち、相打ち、ダメージ的にはリンネが減らしてますね、やはり柔らかい上。さあこれニートしてる、置き攻め出ない、ジャサルトはシャガシールドを出しちゃう、あれ出ないぞ。さあこれを追うにはかなりやり込まないといけない、
おっと届く、これチャンスだ、投げが通る、アサルト 6B、 インクリス 6B 出して前に行く、投げが通る、消していく、これは落とせない、おーっと止まってる、今の投げはかくってましたね。あーこれはバカの勝利。いやちょっと次枠に行きます。次枠です。俺と一緒に生きてもらう、すべて終わらせるため。次枠ってすぐ取れるんですか？すぐ取れます。お前ウニクソゲーやべえ大会みたいなこと書いてるけど大丈夫これ？ひどいやつがいるぞ。違う、クソやべえ大会、クソやべえ大会ね。そうそう、クソやべえ大会、クソゲーとかに書いてないですよ。クソやべえ、次枠はすぐ取れる。あ、もうじゃあ次枠はもう取れましたので、はい、続きましてはこれゼロ回戦中からこっちからやっていくの？いや普通に順番通り、順番通り。じゃあ次はなんとかさんの大ファンとかなめさん。なんとかさんの大ファンとかなめさん。かなめさんって言ったらやっぱりクソギャラ使いの。かなめさん今日わざわざ遠征してきたんですか？たまたまとか言い出したけど。たまたま嘘。まあ大会の遠征たまたま多いっすからね。そう、たまたまはね、ちょっと格好つけたいんですよね。ゲームのためにちょっと来るのもあれだしなけどなみたいなとこあるかもしれないですよ。これはバティスタ対ゴルドですね。さあ弾は吐けない。さあどう出る、開幕が勝負だ。開幕引っかかるが引っ張っていない。5C にはモータルが当たっちゃって一気に走、まあ、バティスタ起き上がりに2択を仕掛けられるだけまだマシかと、逆択があるんで。割り込みたい、ここは割れ潰しが通ってグリム当たって指導が痛い。まだ死なないですよね。まだ死なないがダブルアップ投げる。運が悪い。さあゴルド戦はやる気との戦いですね。あれが怖い、スラーが来るので思うように出せない。ドリルが当たる。さあ今度はロイが動く、出してしまう。さあこれはグリッド取れる、しかしここはぐるぐる回してヘリコプター、痛いぞ。完全が与えて置き攻め、ノーマル投げ、もうグリッドは6個。あーこれは危ない、ノーマル投げギリギリ。さあバティスタね、 A、B って出すだけでもう C グループで割り込まれちゃうんで、あ、はい、な A、B はダメなんです。やるなら A、C を最速です。さあこれはゴールドの勝利。 C の方が早い、シールドに打つとパリンと割れちゃうんで、B は隙間が多すぎる。というわけで、要の勝利。次はセロスさん、本気さん、そのものの魂、次がセロさん本気。さあゴール、またゴールド対バティスタですか？本当だ、きついですね。大丈夫、その次我メルカバスから。あ、そうなの？あ、本当だ。バティスタも強いっすよね。トットコさんはまだまだです。トットコさんは右足で一人で待機してます。シードなんで、トットコさんシードです。シードの一番最後なんで、そうですね、北海道行ってもシードです。対戦相手が対戦かすみさんしかいないんじゃないですか。かすみさんはこのゲームもう覚えてないですよ。なんてタイトルだったかも多分忘れてる。うわー、駒投げは入らない。ダメージ的には全然ワンチャンある体力ですね。投げる、いいタイミングで投げが入る。
さあここはバババババシーシーシーレーザー、レーザーからそのままドリル届かない、ここはまずい、お互い届かない。さあ本気と言ったら、おお、これは下段、これは痛いぞ、これは謎のバックして逃げる、弾が当たる、さあ本気ひよってる、本気でひよってるが、さあゆっくりゆっくり、ダメ、危ない、届かない、届かない、レーザーガード差し寄り前に来る、バックス噛み合った、パンピーバックスでは追っかけてきた、投げが通る、あそこでグラッパ入力していない、おい、これは汚い、もうたらさえ引っかけて、あの空間で相打ちにならないとは、投げ抜ける、こいつはダメだ、過去2回優勝したことある人じゃないですかこの人あ、しかも中段当たっちゃってスライディングが届かない、コンボがまだ1回もできていない、レーザー出して前に行く、じゃあドリルじゃない、ここは下段、さあ下段の方が痛いぞ、これは痛い、ちょっとドリルは出さずに下段だが VO で逃げる、駒投げ来たね、さあここは駒投げ来たね、さああと一発投げ、ノーマル投げ抜ける、さあ割り込むの下手なんです、ここはどう出る、投げが通る、わからないぞ、どうなってんのいい感じに画面が止まっちゃうんですね、こちらの方生放送究極です、中段届かない、ちょっと危なかった、さあ本気ひよってる、ここはグリム、さあ一本取り返していく、ゴールドゲージが絶望的だ、ここに抱く、ゲーダンガードして、さあノラリフライ立ち回りたい、体力も多いゴールドは、おっと何回割られてんのか、読み合いした上コパンが当たってしまったのセロ、サマー出しちゃう、さあこれは最大モータル指導、しっかりモータル指導を入れて3300シス、おっと、さあまた投げられそうだったがどうなってんの、あーこれは汚い、これはビシーグリムで勝利、さあシールド、シールドシールド破壊王ということで、次はシールド、次はガシアン、ズイホちゃん、ズイホちゃん、ガシアンパンリンパンに言われてる、よかったな、よかったな、シミュレーションがあって普通だったらいけないんじゃないの、あんな前に、ほんまありがとう、ほんまありがとう、アシミほんまありがとう、ワレンとメルカバ、やっぱ関東メルカバが少ない、関東メルカバが少ない、いやそんなことはない、そんなことないですか、両方どっこいどっこいぐらい止まりまくりですね、ちょっと見えない気がついたらメルカバ食らってる、さあゲージがないときはやっぱりこうなりますね、さあ流れがいいぞガシさん、おーっとすごい、あー出ない、カクカクですよ向こうの方も、これなんかメモリ不足とかじゃないですか、なんか減らした方がいいじゃないですか、結構吐いてますよね、 CP は 50%、 ちょっと頑張ってますね、ちょっとまあやんないですけど再起動したらもうちょっと回復しそうですね、この試合終わったらちょっと設定を変えようかな、VO ガード、 VO ガードしてる、下げってる、これは補正切れてます、切っていく、やはり最後まで油断はしない、今のはうだつしても無理です、 CS でスパキャンされちゃうんで、お暗転返しも混ぜてるので最強ですよ、さあガシさん補正を切っていく、そして2本目はゲージがお互いゼロに近い状態、さあ取ったなガシさん、ボディープレスで一応入れ替えるが、ここは駒投げにいかない、 6C 出ちゃう、ひよって 2A2C に噛み合ったのはメルカバの 2A、 FF でゲージをグリッド時間を稼ぐ、位置が入れ替わる、 5A 急降下、投げは抜ける、駒投げと思いきや 2B、 さあグラ潰しになっている、さあ見えねえ、
さあこっちの生放送の方はカクカクで時間が止まるので何が起きてるかわからない状況。2、4、ここは決定だ。さあガシさんやりたいだけのコンボができない。できてる。はい、ここはまだか。まだ一発。ガシさんそこはゲージを吐くべきだったが、さあガシさんひよってるとこを一気に前に。今のはカクっていた。しかしどっちしろカクて。さあまだわからない。さあガシさん起き上がり何やるのか。投げは届かない。投げが通る。これは8ヒットワンチャンあるぞ。9効果は届かない。中生ガード、投げが通る。さあと一発だ。これは痛い。シーコマ投げ、なめ減った。さあガシさん投げられてしまう。ここはこれはダサいぞ。これは最大ため VO でよかったか。おっと危ない。さあこれは痛い。やられたらやり返す。おっとこれやろうとしている。コマ投げ、いやこれは着信かくってますね。確定している。さあ奥攻めどう出る。着地コマ投げ、ここはゲージを溜めていた。さあ同技補正かかっても3000はいきたい。2900、惜しい。しかしさあこれ当てられるか。できない。どうってどうなってんのか分かんなかったけども、集団だったんだ。シャガシールドしてますよ。ガシさんが流れがいいですね。ガシさんの勝利。ちょっと設定を変えます。次は俺